連想霊春茶です。今回の動画は大和郡山市にあるキングランド高田さんのロケ動画を公開します。ほらこちら天皇陛下も見に来たっていう金魚の幼魚池、うわ、なんかお店自体は小さいんだけど幼魚場があるからね、結構大きいというかたくさんいるみたいだね。でこちら視聴者さんのこうちゃんという方からご提供いただいた動画です。こうちゃん本当にありがとうございます。はい、またありがとうございます。前もねそうなんかこの間、ね、そうあの大和金魚園送ってもらってね、まあ、今回も送ってもらって、まあ、だいぶ前にもらったんだけどちょっと編集が追いつかなくてやっと公開できるようになりました、ね、はい、ありがたいね。こうやって普段行けないとこの動画をね、代わりに撮っていただいてかなり疲れたと思います。わあ景色景色、こういうとこ見応えあるよね、見るだけでも、私こういうなんかなんていうの、お外にこういうのがあるとこが好きなのね結構、これねでもさ、金魚飼育してるからこそだけどさ、これめっちゃ大変だと思うよ本当は、こうやって幼魚池でね、大変だね、ね、まあいつかはやる？え？こういうのやんないよね、これはこれはやんないよね。どっちかさプラ船をたくさん置きたいって感じだよね、見えないもんで、プラ船はね、はい、そして店内に入りました。立派な吾妻錦だね。このさ水槽砂利もなんもなくてさすっきりしてるじゃんね、これかっこいいよね、ね、やっぱさ養魚場を持ってるところの金魚屋さんってさ個性高いからいいんだよね。ああいうどんどんさその中で血統が受け継がれていくじゃん、このね、撮影した時たまたま金魚の数が少ない時だったらしいで、これで、そうそう、だからね動画の分数もさ全部で5分ないぐらいなんだけど、そうすごいね人気あるお店でさ結構みんなあっちの方の人たちはここのお店はいいって言ってさ好きとかね行きたいとか言ってくれてるからね、俺たちも行ってみたいなと思う、やっぱりこの間のね大和さんとここの高田さんは必須かなって思う、大和郡山に行った時はね、なんとなくさ水槽が袋小鳥店に近い感じがするんだよ、何もないじゃん、砂利とか、なんか袋井さんもあの、後ろ背景青だったかも、ああ確かに ね、そんな感じがする、そうそう、吾妻錦が多いねこうやって見てると、割とオーソドックスな感じの金魚が多いね、でも結構キャリコ柄もいるから今のとかね俺が好きなタイプが多いかも、でもワクワクキングランドとちょっと名前が似てるからねそう昔さ名前決めるときキングランドって言って入れたらこれが出てきた気がするわ、ああなんかそんなような気がする、あるねみたいな感じで、これたまさまじゃない、かだるま龍金か、見えなかったかなちょっと、あ、かわいいねこのオランダだね、モコモコしてる、すごい、あランチューじゃん、ランチュー、ランチューが、でこれが樹形高錦かな多分読み方わからない、高錦、ここはランチューだね完全に、こういうプラグね、これねわざわざエアー止めてくれたんだって撮影のために、ありがとうございます、はい、この辺ランチュー結構ランチューもいるね、江戸錦とか多分、いいね、ちょっと行ってみたいね一回、これも東西だって、水王岩、結構いいね、わ模様がすごい、体がデブだもんね、はい、こんな感じでした。でこれからも動画募集してますので随時ね SNS で送ってください。それでは本日もここまで見ていただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。またね、バイ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 